じゃあちょっと組みに行こうか、チャレンジやろ。さっき地元のお父さんとお母さんが教えてくれてんけど、ここ故障しとうから下の川で水汲めるってな。優しいな。な。地元の方とお話しするのはええことやね。わあ、めっちゃ水きれい。うわ。すごい。うわ、きれいな水。めちゃめちゃきれいな。うわ。ポコポコしとう。うわ、めっちゃきれい。ポコポコしそう言っとったな。あ、しとうはなんかポコポコ。あ、何やっうわ、たきれいな水。すごい。見て。まあね、そこは怖くない。あ、もうちょっと怖いかな。今んとって。あの奥めっちゃ青い。すごい綺麗。青い。うえ、わ、すごい。青い。深いねんで、これ。え、すごい。綺麗。うわ、ポコポコしそうって、これ。そうや、ここの水引きよんね、ポンプの先があるから。だほんまから、こっからや。水が湧いてきよういうことやんな。こっちの方が面白お、い。青いわ。青いね、入れも。すげえ。すいません、水いただきます。すごいな、ポコポコ、すごい。ほんま、湧いてきよう。湧いてきような。最高レベルやな。ありがとうございました。この木すごいな。この木すごい。さあ、行こうか。次へ行きましょう。わ、見て、バッチリ。すごい綺麗。ええとこやな。ああ、ええとこやったな。よかったな。めっちゃよかった。飽きてよかったなあ。ようあんなん見つけた、これ。 あんな風にな、湧き出とんやな。すごいな。今回の旅はええな。こういう縁って嬉しい。嬉しいな。なんか御利益があったね。あった気がすごいするな。霧島神宮の後やああ、からそうや余計ね。に。夏気持ちええいやや、気持ちええやろ。さあ、今からが長いから。そうや、今からがな。な。はい、朝まで行くはよ。い、頑張っていきましょう。はい。九州自動車道。自動車道。九州自動車道。雪ってなっとったな。気をつけて。はい。はい、この雪残っと。面白い、あそこ。なあ、もうめっちゃ走行距離稼いだんじゃ。稼ぎたくはない。宮崎県入りました。エビの市ですね。もう折り返しやもんな。熊本県入った。 しっかり暗くなったな。と1時間ぐらい。時間を押した原因としては、俺のルーツを探った。あれがなかったら、まあ1時間は早く行っとった。でもあれもスッキリしたから良かった。無駄ではなかった。無駄なことはあった。ない。無駄なぞ何一つもないと。そう、そういうこと。これはもう想定内の時間ということで。高速おります。はい。空港方面が阿蘇って書いてあるな。市街とは違う方向やな。45分ぐらいこっから温泉でこうゆっくり浸かりたい。うまいな。すでに0度やで。この辺の方がやっぱよう雪降っとったよな。なあ。阿蘇の方がやっぱ雪降るんか。さあ、到着です。歩道が雪やで。結構積もっとってんな。お疲れ様でした。はいよ。ああ、寒い。ひたつけよ。ありがとう。お風呂行ってる間にお米に水を浸しとこうかな。違う、水にお米を浸しとく。炊飯器、これ。宮崎県産の無洗米、楽しみ。肝心なのは水の量。1カップと、え、どうしようかな。ちょっと多めにしようか。入り、めっちゃ寒いな。熊本やばい。熊本やばいよな。めっちゃ寒い。凍っとうから気をつけな。滑るよな。お外めっちゃ寒いけど、あんなトイレできるか、お外で。凍えるな。隙間なく、冷気を入れないように。どこか。暗い。雪が結構積もっとるな。気をつけていかな。まあ、すぐそこやから。この前が駅やねんな。雪で通られへん。凍ってそうやな、なんか。冷たいもん。手がまだ。まだ冷たい。阿蘇防虫温泉、夢の湯でございます。行こう。400円。どっか20円。じゃあ先帰っとくから。え？そうそう、待っとく待っとく。バイバイ。エビさんとザリガニさん、爪青いな、久しぶり。ああ、体が動かした。外が気持ちいいで、めっちゃ温まっとることやな。そうやな。めっちゃ凍っとうな。ああ、気持ちいい。これ終電やのか。治療、医療。なんかええな、この道。平日は車は少ないな。うん、スローライフもいました。ただいま。ただいま。ようこ。寝てたね、その顔は。マイナス2度やね。寒いはずや。冷たいな。もうご飯炊飯しとくで。これで。どうも。はい、バックバック。
よし、おいしそうに食べるな、ビロン君。ご飯がなんかグズグズ言ってきたんじゃ。またグズグズ言ってきた。テーブル出そうか。ボコボコ言っとうね。ボコボコ言っとう。グズグズ言ってない。グズグズ、ボコボコ言っとう。ここはあれやな、宮崎県のお米。ご飯のお供で食べようか。宮崎県のお米、楽しみ。鶏はさ、これで焼いていこう。蒸気が出てきた。でもちょっと、あれやな、火使うから窓開けなかった。あ、怖い。窓開けな。怖いからやめて。ちょっと。これで焼く？こう。あ、くさ。あれ引く？アルミシート。ほら、洗い物楽やで。フライパンが汚れない。あ、いいんじゃん。ちょっと油が飛び抜けてな。壁高めにしとくわ。これな、めっちゃいいね、この網。これで安定する。野菜を食べよう。これいいよな。それ、なかなか便利やな。うん、私、インゲンしようか。まだ焼きもせんの、こうやっても準備しとるのが邪魔やねんな、これな。狭い？大きいのか？車。もっと入れよう。満タン入れよう。2分やな。2分でいこう。ちょっと生で飲んでみる。わ、黄水や。お腹痛くなるかな。え、俺飲めんで。こんだけしか入れてないよ。完全に守りに入っとるやつ。はい、お疲れ。ちょっとまず、無臭。わかった。わからんかった。そら、こんなんじゃわからん。あの人らが言うとったのがわかったわ、でも。だからこれでコーヒーしたい。明日これでコーヒーしようか。美味しいやろ。え、何？生はちょっとな。一回普通の水飲んでみよう。普通って言ってもまあ。そうやね。水道水じゃないもんな。ちょっと比べさせて。あ。いや、ほんまにちゃうから。飲み比べて。ちゃうねんって、ほんまに。柔らかい感じがする。そうやね。めっちゃこれ、まろやかっていうの。まろやか。だからコーヒーとかしてもそうやね。俺はもうこれ、生の飲んで分かってん。コーヒーにしたら多分分かれへんと思う。ちゃ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 。ちゃ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 。はよ、チンション。あ、ほんまやな。それ下からこれしよっか。ロケメンズ、もう一回組みに行こうか、あそこ。ええなあ、まあ。あの雰囲気が良かった。それだけで楽しかったけど。うん、めっちゃ、塩入れよう。いきますよ。2分。2分。油揚げ、わかめ、ネギ。これがほうれん草、油揚げ、わかめ。これが豚汁、揚げなす、ネギ、わかめ。あ、豚汁。あ、私ほうれん草にしよっかな。明日ほうれん草にしよう。絶対美味しいな、この味噌汁な。これ使う。おう、なった。おう。一番高いのにしとったんや。ケルビ。112。ケルビ。その間に、お供で食べよろ。お供その1が、ニンニク、カツオ、味噌、からし、高菜。出ましたー。明太子。これご飯絶対足りひんよな。その可能性が高い。締めがこれ。漬物セット。あ、ここや。止水の道の駅。な。おう。絡める？絡める？絡まる？絡まらんか。絡まらんからかけるわ。走りあれしょっか。あれしょっか。あれしょっかの多いお年頃やな。おお、これはええじゃん。ブロッコリー乗ったやろ。あ、ほんまや。うん、おいしいな。うんうん。水加減自信ある？オープン。オープン。お、いい感じじゃん。いい感じ。この炊飯器でも優秀や。だから水加減だけの問題やな。だから水加減が。もっと褒めて。あー、すごいすごいよ。上手。ほんまいい感じ。あ、匂いがめっちゃいいな。いつもちょっとでって言うやんか。なんで今日だけそんな。これ絶対足りひんなりそう。めっちゃご飯進むやん。そうやね、ご飯進むこれやん。いただきます。あ、このご飯みたい。小春食堂。うん、あそこのご飯めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。ストップ言って。ストップ。え、マジで。マジで 160cc やから。いただきます。冷えてきたな。マイナス3度になった。マイナス3度。大きいな、明太子。あ、うまっ。美味しいな。いいメニューや。うわ、めっちゃニンニク。うん、これはほんま美味しい。めっちゃ腹減っとったからガスいてまうわ。なあ、九州の人な、みんな優しいな。喋り方がなんか優しいよな。それだけでなんか癒されるわ。な、焼きますか。うん、よかった。お米美味しいわ。美味しいよな。うん、無洗米があってよかったな。よかったな、ほんま。ああいう時って大体ないよな。美味しそう。絶対美味しいで。間違いない。間違いない。うん、くっそ。炭火の香りがするな。ニンニク味噌うまいな。おいしい。多分おにぎりにしても美味しいです。あ、たまらんな。夫がそそる。熱い。炭火の香りがする。味がほんでめっちゃ濃いねんけど、おいしいね。この九州の自然を見とったら何でもおいしくなるよな。水がきれいで空気がきれいでおいしく育つよな。九州の中でも熊本が一番野菜はおいしい気がする。なんかそんな気するな。最後は漬物で締めます。車でご飯食べる方が落ち着くな。夜は特にな、うん、食べたら寝るだけやしな。なんかこの時間が好きやね。そうやな、まったりと、うん、めっちゃ綺麗やん。全くもう洗わんで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとう、レオン君。お、いい感じでまとまったな。うん、お湯沸かそうか。
ほうじ茶いいね。うん、寝る前はお茶や。今日ほんま寒いもんな。うん、今マイナス 3.5 度。寝よっか。うん、ではおやすみなさい。朝が来ました。電気つけます。おはよう、リオン。また俺の場所取ってほしい。おはよう、リオンくん。マイケ起きた。おはよう。アラームがもう朝から10回ぐらい鳴ってましたけど。何回目のアラームがほんまだよ。分かれへん。すごいな。マイナス3度か。電気毛布快適や。これなかったらちょっと厳しいな。厳しいか。勇気を出してトイレに行ってもらう。勇気いるよな。まあ、とこれ車でトイレできたら完璧やな。そうやね。寒い。あ、ほんまや。大寒波。晴れないのにな。この間も、明け方晴れとって雨降った日やったやん。ね。かわいいな、ねんと。やばい。ねんと、ちょっと。今度、重たい。重たい。ああ。どうだ。ちょっと取らせてもらっていいかな。りょんくん。どうぞ、お休みになってください。そうそう。あ、明るくなってきたな。うん。トイレって外の様子を見てこい。滑らんよ。滑らぬようにって言うね、今。お主は何者や。あの自動扉のとこの前がな。あそこやばいな。めっちゃうん。寒いけど、いい朝やね。山を見てみよう。気持ちいい。綺麗な山。この道の駅はね、情報コーナーとお手洗いがこの建物の中にあります。この建物の中は、ちょっと暖かいな。トイレなんですけどね、これトイレ。お扉もあって。トイレあったかいやろなって思うでしょ。ただトイレは寒くても綺麗。こっから出るとここには氷が張ってない。安心して歩けるっていうことにとってね。反対の出入り口の方は下が凍っとったから、こっちは危険やから気付けないと。これやばい。これほんまツルツルやから、ここね。これ油断したら滑るっていうこと。真っ白や。上見眺め晴れてくれたらいいのにな。空も青い。スローライフ号。じゃ感の結露はあるけど、備えめちゃめちゃしてないかな。道の駅の全体像、めちゃめちゃ大きいわけではない、ね。しかし、ここにね、置いてあるものが魅力的なものがいっぱい。今何にもないけど、ここにね、野菜がずらーっと前は並んでました。前回は秋に行きたいけど、2年前来た時はもうすごかったね。野菜がいっぱいあった。この中もね、魅力的。何時からやろ。あ、9時から6時まで。ここで何か買ってね。お出かけすると思うんでね、また後で来よう。それとね、もう一つね、この道の駅はね、嬉しいことがあってね、水を使うことができるんですよ。これはめちゃめちゃありがたいですよね。ちょっとね、道の駅のね、裏側回ってきました。この景色、今日はね、あそこへ行きます。あれ多分大観望かな。この景色が見たくてまたここへやってきました。後でね、向かいますんでね、楽しみにしといてね。スローライフ号ね、ここ止めさせてもらって、ここベスポジやね。トイレ近いし。はい、ただいま。うん、寒い。ただいま帰って、あら、寝てはったね。寝てはりましたね。でもちょっとお外行く。降りれる。でもおいで、抱っこしょ。よーし、はい、よーかー、はい、寒いね。気持ちいい。でもこんです。ああ、でも寒かったな。ママ途中で行ったな、これな。トイレって行きよったな、今な。ちょっと片付けしようかな思って。これが四角い形やから、スッとここに入るな。おじちゃん飲もうかな、どうしようかな。コーヒーにするかな、悩むな。オッケー、ママ片付けしてくれと。このナイフも乾いとうから直しとこう。ナイフはね、ここです。この充電が切れとったから、充電しとかな。 USB で充電できるようになったからね、ここでね、ちょっと充電します。そうそうね、これソーラー充電になっとね。一応外に置いとったらここで。そうなの、めっちゃ便利。ソーラー便利。はい、ちょっとコーヒー買いに行ってくるわ。ちょっと作っとう時間はないから。ただ小銭もないから、お金もくれへんから。 ID で買える自販機を探してこいと。 ID の自販機あるかな。あるか。車止めてすぐ横、自動販売機ありました。ホットコーヒーあるかな。そしてこれを選ばなあかんな。出てきた、よかった、耐えた。え、ホット、あ、しまった。アイスやん、これ。ホットが欲しかった。あ、やらかした、怒られるわ。 ID で、お隣までカードをタッチしてください。ええやん、キリマンジャロ。このもラベルだけで OK やで。キリマンジャロー。
あったで、ID 買ってきた。日本買ってきたで、アイスとホットと。なんでかっていうのはまた VTR で検証してもらったらわかるわ。今からちょっと怒られます。そら、日本も買ったら怒られるわ。ルーレットで当たったんかな思って、サプライズで。後で見たら分かるわって言うから、まあ、実は当たったんやんっていう。そういうのもっと嬉しく喜んで飛び跳ねながら。いやだからサプライズかな思って。この後な、大観望行ってちょっとのんびりとコーヒーを飲もうかって言うとってんけど、うん、それまでにお腹が空くやろうからちょっとだけ、うん、いただきます。キリマンジャロ。キリマンジャロ贅沢やな。キリマンジャロってやっぱ高いイメージある。ある。値段一緒や。大きい方がブレンドやから、うん、こっちキリマンジャロにして前に飲むかな思って。キリマンジャロ、うん、キリマンジャロ好きやで。どうぞ。美味しいよなキリマンジャロ。かっこいい。 青のこのなラベルで。ラベルでラベルで。袋止めシールなんだろう。おすごいな。おキリマンジャロ飲んどき。キリマンジャロに乾杯。開けとったよかったな。めっちゃ開けとったよかった。ここベスポジやった。そうや、ベスポジやね。ここそんなにいい景色やの。ずっと窓閉めとった。ほんまや。ああ、ええー、な、雪がちょっとかぶっとっていう。ミッフィー隊長に挨拶するの忘れとった。ミッフィー隊長、おはようございます。おはようございます。ミッフィー隊長でシンさんも隊長って言われとったやん。何年前の話？20年も30年も前の話です。20年ちゃうで。30年。本日も安全に旅が続けられますようよろしくお願いします。予定変更やな。当初の予定やったら今日大観望行って、うん、阿蘇に戻ってこいかって言うとったやん。そうやんな。それはなんでかって言ったら2年前に大観望を見てゆっくりしたいなって言うとってな。でそれしてもう一遍ここに戻ってきて、で明日大分までのんびり走って、うん、湯布院行こうかって言うとってんけど、うん、まあ、ここのトイレが寒いな。そういうちょっとくだらん理由やけど。それだけじゃねんけど、まあ、ここでも朝一で買い物しといて、うん、大観望行きます、はい、で大観望でちょっとのんびりとお茶しますと、うん、朝ごはんと。でそっから湯布院までさえ行けたら、うん、そこで寝るだけやから、うん、っていうことを考えたら、まあ、昼に大観望出たら、うん、のんびりドライブしながら湯布院には行けると。で湯布院の道の駅も良さそうやったから今晩お邪魔しようかと。また予定通り行けへんからこれ一応予定言うとこ、はい、ではそういうことで、うん、それで行きますよ。行きますよ。あ、レオン君、寒いね。行こっか。まだやで、まだやで、まだやで。お、雪や、雪や。雪、嬉しそう。いやー、雪めっちゃ好きやな。雪好きやん。あんた、水は嫌いやな。そうそう。すごい、くるんでるけど。ご飯する、レオン君。帰ろか。レオン君、楽しかったね。雪遊びな。そうでしょ。よし。濡れたら大変やな、後が。毛が長いし多いから。あ、でも楽しそうやったな。めっちゃ楽しそうやった。雪好きよな。温度計はもうお片付けします。ここ止めてシェード外そう。いい、外れた。はい、頑丈に止めとったからね。結露はしてるね。寒かったもんな。風を送り込んどったけど弱かったかな。寒さの方が勝ったな。そやな。ほんであれやもんな、 FF ヒーター結局一番弱くしとったやんか。そやな。もっと部屋が熱なるぐらいにしとったら結露せえねんけど、ちょっと拭いとこう。はい、一粒残さず食べた。賢い賢い賢い。シェードを片付けな。ここは熱い。ここは熱い。これ直すところもエスポジ。OK。はい、準備 OK。歯磨きしよう。今日何曜日？水？木ちゃん。木くんが、え、そうなん？あともうちょっと。早っ。早いなぁ。あっという間やな。行こう。野菜がまず。そんなに並んでない。やっぱり時期的なもん。それとも平日やから？いや、どっちやろ。あ、いちごが。大きい粒やなぁ。緑の野菜が少ないなぁ。ほんまやなぁ。ミニトマトとか。高級いちごやな、この辺は。あ、めっちゃでっかい。あ、そうもすね。一粒300円。超高級。惣菜は超充実やで。カゴ持つわ。赤牛牛ですよ。筋煮込みうまそうやな。俺は基本的にこういうのが好きや。そば粉入りやで。豚角煮そばまんじゅう。そばが入っとんこれ。そばってそば粉ちゃん。あ、ほんまや。そうかも分かれへん。そばってあの麺が入ってる。斬新すぎ。これめっちゃ良くなる。高菜チャーハン。この組み合わせ最高。ちょっと俺馬力が必要やで。馬力
どん。うま玉おにぎり。おいしいやろこれ。馬肉の混ぜご飯の中に半熟卵が入って、これおいしそう。これしてみる？ちょっと待って。からしれんこんコロッケ。やばいな。ちょっと待って。厳選したい。からしれんこんコロッケ。ちょっと待って。これ残り少ないで。せやな。これしようかとりあえず。せやな。これも決定。これにしようか。うん。それにしよう。お昼ご飯と朝ご飯。うん、これは普通に食べたい。前にご飯がいるんやったらこれ。シエさん馬力つけたんやったらこれ。どっちにしよう。ちょっと待ってよ。落ち着こう。それか高校生プロデュースの弁当。うん、赤牛のおこわ。赤牛のおこわ。おこわも美味しそうやな。で、これノットンが赤牛やな。赤牛やな。あ、これキュウリ入っとるで、シンさん好きじゃん。あ、これにしよっか。どうする？どうしようどうしよう。いいの発見した。いいの発見してんけど。これ、高菜飯と地鶏の山菜おこわ。これ絶対手作りやで。これやん。あ、それをスライスにしてな。そう、そうそう、スライスにして食べたい。こんなやつ、こんなやつ。これでいい。馬刺しのかす漬けってあるの。こーと、なんか今日夜鍋食べたい気分やな。あー、鍋食か。なあ、野菜がなあったらな。野菜食べたい。これや、これ一本買って。低温殺菌、ミシュランガイドと称される優秀味覚賞、輸入日本初受賞。低温殺菌ってでもいいよな。そうな、うん、これ飲んでから出発しようか。うん、いいね、うん、買うやろ、うん、え、今飲む、飲む、今飲めへん。え、今飲めへんの？支払い終わってから飲む。そらそやろ。お、カルデラ蒸しパン。前馬肉まん買ったよな。美味しくなかった、これ。美味しかったな。確か。これ食べながら行く？あ、そうしよう。2個しよっか。2個しよっか。2個しよっか。だって王様のランチやで。やんな。これ単品で買えるからいいな。こっちもあるけど、こっちもあんねん。なんか。生産者が違うだけ。そうか。田辺まんじゅうがこしあんやろ。こっちは森まんじゅうが粒あん。あ、確かに。前には粒がいい。粒？じゃあ俺こしにしようかな。わかる？大きいの選ぶわな。わあ、入ってんかな、コッシーとか。覚えときな。こっちが粒？安い方が粒、うん。もうでもここで最後。最後やな。うん。もうええ？粒3個、コッシー1個やな。うんうんうん。うん、オッケー。ゆで団子。ゆで団子？あすぎを混ぜてる？そうやな。で、ペチャっとしとんか？これはもしかしたら私が求めとおやつかもしれへん。すらあんこにお餅多めが好きやねんな。うん、おぉ。でも、ええわ。いきなり団子があるから。求めとったかもわからない。求めとったかもわからんもんを買わへんの、あなたは。それ求めてなかったんじゃん。求めとったもんがあったら絶対買うよな。確かに絶対買うと思う。求めてなかった。どっち？いや、どっち？求めとったやん。求めとった、うん、じゃあもう買おう。よもぎでもいい？あ、いいよ。これな、求めとったから。じゃあ俺白にする。じゃあめっちゃ買ったな。3食分ぐらいあるんじゃん、もしかして。手ぬぐいは？手ぬぐいは絶対ゆふいんやで。そらしよっか。味噌豚美味しそう。それうまいやろな。ちょっとそう、それそれ。赤牛の細切りや。赤牛丼にする？赤牛丼や。結構あるで、丼にしたら。縮むで。そないに縮まへんのじゃん。そないに？そないに。今日の晩ご飯これにしますか？そうやな。手作り味噌豚めっちゃ美味しそう。両方買ったら？両方買おうかな。これ冷蔵庫入るんじゃん。食べるか食べへんかは分かれへんけど。そうやな。家帰ってからでもいいじゃん。無洗米あるかな。可愛いな、このパッケージが。なピカ丸かわいいね。ピカ丸もほんまや。無洗米やったらな。ないな。阿蘇湧水米、なんか美味しそうな感じがする。ええー、な、これ無洗米やったら買うのにな。なあ、ブチってできる。赤牛はそのままいく。お、すごい頑丈やな。頑丈やな、うん、めくってもまだまだ。またほんでラップかも。あ、やっと出てきたわ。わ、これ絶対美味しいよな。美味しいよな、これ間違いない。野菜は時期的に少ないってな、うん、買いすぎた。絶対ここほんま一番いいと思う。朝から攻めたな。ただ野菜やな。野菜やな。野菜はもうしょうがない。時期的にでもトマトだけ欲しかったな。昨日はちょっとあったって言うとったけど な。あ、出てきた、もしかして。あ、トマト出てきた。せやん、ちょっと見に行こうか。ちょっと見に行こうか。トマトだけがほんまに。そう、トマトめっちゃ美味しかったんよな。残念や。トマトは今日入ってこえへんな。しゃあないな。まあ他で探そう。そうやな。ここのトマトほんめちゃめちゃ美味しかった。じゃあ行こうか。行こうか。何時や今。もう10時15分やろ。おかしいな。9時半出発ぐらいで思っとったの。もうすでに。やばい。やばいな。いつものことやけどやばい。やばい。牛乳飲む？アソミルク。牛乳いただこうか。これ。瓶やから余計いいよな。いいよな。低温殺菌。あ、これって昔ながらのやつ。すごいな。やめてよ、プチュとかするの。うん。重いな。昭和の荒野かな、これは。あ、得意。いただきます。なんか濃いそう。美味しい。濃い。あ、濃いね。ヨーグルトをこう思わせる、うん。ほんのり甘い。そう。濃いし。うん。ほんま美味しいな。美味しい。でもこれ高いけどな。幸せ。
幸せを噛み締める時間。早飲んで早いか。夢がない人やな、ほんまに。噛み締めるにはまだ早い。そうか、早い大漢方行こうか。もう美味しいこれ。おかわりしたい。2リットルいけんな、それ。いけるな。な、行こう。行くで。出発。出発。さあ。まずスタンドやな。まずは燃料補給。ハッピーちゃんを腹いっぱいにしてから。滝やな。天気がええから、もう山ほんま綺麗な。怖いな。景色良すぎるよな。うわ、そう。あっちが大漢方やんな。綺麗。これはでも昼までに行っとかな、また曇ってくるかもわからないからな。今日は早く行こう。滝も。九十連山綺麗やろな。わあ、なんか綺麗、真っ白やん。こんなに雪あると思わんかった、九州。ほんまやな。うわ。お。ああ、すごい。めっちゃ綺麗。うわすごい。こっちも景色が撮っとこ一緒に。ほらすごい、この景色はやばい。さあ行こう。やばいな、この雪道すごいね。これほんまにあったんかな。あとこ滝ある。音を遊びに行くか。やらかした。私やらかしました。やらかした。あの Google で検索して古賀の滝出したら、うん、出てったのにな。出てきたな。知らんけど。だって出てきたもん。出てきたから知らない。出てきた。あれは何やったほんのや。だって目的地ここに出とったやろ、古賀の滝ってなあ、あれどういうこと。やらかしたな。やらかしたになるのかな。もう古賀の滝に着くのが昼になるな。昼です。車止めるとこまで20分。あ、そっか。で、そっから歩いて、まあ昼回るわな。いや、すいません、やらかしました。景色見れたよ、ほんでもこれ。プラス思考。な、写真撮れたから、よかった。プラス思考、ありがとう。よかった。気を取り直して、古賀の滝に向かいます。行きますよ、はい。行きますよ。はい、安全運転で行きましょう。はい、お願いします。もう、慌てても一緒なんでね。慌てず。これは安全に行くことが大事やから、慌てず行きましょう。やらかした私が言うのもなんですが、慌てず行きましょう。またこんな道に行った。慎重に、慌てんでいいからね。あー、出てきたー。よかったー。ちゃんとした道に。ちゃんとした道。もう安心や。あ、よかった。はい、さあ道の駅戻ってきて、もううんちもさせていただきましたよ。まゆみさん顔オーライやけど、なんで道の駅まで戻ってきたかって言ったら、うん、道の駅から滝までって言ったら近かった。そうやね、17分で行けると。30分。いや、私がでもな、今見ておかしくないこれ。 Google 先生のそんなケチつけたらあかんね。おかしいな。 Google 先生は悪くないで。まあ、とりあえずこっから17分。滝まで、はい、道の駅阿蘇から。さあ行こう。とてもハラハラドキドキしながら登って頂上で感動した。いいドライブができました。そう、凍った滝は見てみたい。古賀の滝かも上がっとうやん。この手前で曲がった。ドライブルートはなかなかスリル満点で良かった。汚れとちょっと綺麗にするわ。だいぶ汚れとうな。今日窓拭いてないもんな。もうすぐ着くで。早いな。駐車場有料ですね、はい、300円でございます。やっとたどり着いた。こんな大変なんか。もう12時40分やな。なかなか時間が経つんが早いな。着いた。よし行こう。はい、さあ行こう。お、寒い。風吹いた。寒いな。走るで。走るで。ほんまに。あ、やっぱスノーブーツ履いてこなんかな。そこが滑りそう。ここ滑るな。滑ろ、わざと。ほんまやな。その方が早い。やばい、滑る。私の靴。シーさん、それ大丈夫。俺も滑るで。ここは、ここは滑る、やっぱりな。遊歩道600メートルやって。あ、めっちゃ青空。おお、ほんまや。すごい。あ、ここまで来るの大変やったな。大変やったな。あの道のり。ほんまやな。なあ、よかった。よかった。もう今頃大感冒で昼飯食ってお茶飲んで人怒られるけど、全然大丈夫やで。氷の滝はなかなか見られへん。あの壮大な景色が、あれ見れたのは大きいよな。いや、あれはよかった。でもさっきのあの景色はほんまよかったで。よかったな、うん。トイレあるから、まあ、ここでも最悪、うんちはできとったな。これ、道、音。大丈夫。足跡がいっぱいあるから。滑るな。滑るわ。坂やし。うわ、竹の看板上がっと上がっと。ええー、道やわ、これな。アイゼン持ってったよかった。滑る。アイゼン持っと。家にあんのに。アイゼンある。うん、シンさんのが。わ、すごい、うん。ほんまめっちゃ雪道や。今、消そうとしたけど。この看板で曲がります。こんな感じで、うん、でまた登る。手冷たいけど手出しとこう。出ちゃうねこれ。めっちゃ滑るで。そう、寒い寒いってな。同じように言うけどさ。冷気を遮断したもんね。どこが寒い。手いか。これはなかなかの勾配です。そうやね。だってもうこんなんなんのにこうやって。
伝わらんなこれじゃ。でもほんま結構きついな。きついよな、うん、平坦な道の15分とちゃうから。そうやね、きつい。あ、今日はまた温泉が気持ちいいんちゃうから。あ、滑る。おお。え、これライトアップとかなんか書いてなかった？書いとった。夜も来れるってこと？え、どうした？おお、おいおいおい、上がってこれる。よいしょ、いけた。線路通っと。あ、電車走ることこれなあ。あ、気持ちいい。この氷じゃなくて雪の上は気持ちいいな、うん、いい、キュッてなる感触が。ここ凍っとったらやばない？これはやばいで、ね、ここが凍っとったらほんま、ここはほんまに、この手すり持っていくしかないじゃん。でもここ冬来るんやったら、うん、ちょっと滑り止めのブーツかなんか、アイゼンやろやっぱ。アイゼン、いやほんまアイゼンいるよな。安心。ほんでもちょっと滑り止めの入ったようなブーツ、やっぱワークマン寄ってから来るべきやった。息しない言うとってな。そうやな、滑る。そこを滑りやすいね。え、どこ行ったん？え、ここちゃう。ここと言ってよ。言うな。あれちゃん、あの滝や。あれやんな、あれやんな。もうここが終点なの？終点、終点っぽいな。おお、あれあれあれ。すごい。すごい。凍った、ほんまに。うわー。ほんまに凍っと。凍っとや。すごいな。おー。すごいな。あー、完全にこれ太陽当たれへんもんな。あ、そうか。すごいな。おお。初めて見た、こんな。すごい、これはええ。なんか VTR を静止したみたいな感じ。どんなアングルで撮るの？縦コードですね。なるほど。おお。うわ、滝つぼすごい。え、ゴートーやん、あの溜まっと水のとこも。ここ降りるん気をつける。うん、ここは怖い、階段。うん、すごい。長靴いりますね。アイゼン、あ、いりますよね。いりますよね。途中凍ってましたもんね。あれ帰りし怖いなぁ思って。下りはね、下りね怖いですよね。あ、こっちもね。じゃあなんとか渡ります。お、いける？お、いける。いける？滑らん？うん、同じとこ歩いておいてな。はい。はい。でからここは分かれへんで、ね、どうなるか。ちょっと待つよ。よ。そこやな。よ。足の長さに問題があるな。そうか、届くか。そこまで足が届く。そこで、そこで、ナイスナイスナイス。おお、こっち側が綺麗で、おお、すごい。